きくなったものです。日本では一番よく取れる種類で、孟宗竹という竹を日本のパンダは主食に選んでいます。アドベンチャーワールドのパンダたち、この竹を1日の食事のうちの9割をこの竹を食べておりますが、あとの1割がパンダたちの大好物のリンゴや人参を与えております。リンゴや人参、いっぺんに食べてしまいますとお腹を壊す原因ともなりますので、1日ちょっとだけの量を少しずつ少しずつパンダたちに与えていきます。めったにもらえないこのリンゴや人参が大好きで、このパンダたちはこのウェイクアップタイムに出てきますと、まずリンゴや人参を探し、それをしっかりと食べた後、もりもりと竹を食べ始めます。ですがあまりにお腹が空いていたんでしょうか、名品は竹を先に食べ始めております。あった。ただいま向かって右側の運動場でもパンダウェイクアップタイムの準備が整って始まっております。こちらの右側の運動場にはこの後アドベンチャーワールドの大黒柱、お父さんパンダ永明が登場いたします。どうぞ皆様、お時間のあるお客様、こちら永明のパンダウェイクアップタイムご覧いただいた後は、どうぞ右側の運動場へもお越しください。このメイヒーとエイヒー、今日は明日で皆様とお別れとなります。中国へ旅立ち、いいお父さんお母さんになることを皆様心から願ってください。アドベンチャーワールドで2008年に誕生したメイヒーとエイヒー、非常に大きく元気いっぱい成長しております。現在4歳半、非常に大きく成長したメイヒーとエイヒーは、大人への第一歩として中国へ繁殖相手を探しに旅立つことが決定いたしました。皆様の前にお目見えするのは今日明日の2日間だけとなっております。皆さん、この名品と英品しっかりとご覧いただき、中国でもしっかり頑張るんだよとエールを送ってください。今日は名品と英品に大好物の私たちスタッフが手作りをしましたケーキをプレゼントいたしましたが、英品がうっかり鳥の下に落としてしまいました。英品はもうケーキを諦めまして滑り台に腰を